どうも、ティーゴです。2024年 Amazon の新生活セールが始まりましたね。今回はこの Amazon セールで今お得に買えるものの中でティーゴが実際に愛用しているおすすめのアイテム、そしてまだ手元にはないのでレビューなどはできませんが、いろいろリサーチして厳選した上で今回のセールで実際に購入してみたアイテムを一気にご紹介していきたいと思います。案件や提供などは一切なく、全て自腹で購入している商品ですので、忖度なしでいいと思えるアイテムだけをご紹介します。今回は数が多いため、実演や検証、説明動画などは省き、それぞれ簡単な説明だけにしたいと思います。テロップなども最低限にしていますので、字幕をオンにしてもらうと分かりやすいかと思います。アイテムのリンクはすべて概要欄に載せておきますので、実際の商品ページの詳細もよく確認した上で、予算と目的に照らし合わせて本当に必要かどうかをご検討ください。アイテムごとにチャプター分けもしてありますので、チャプターから気になるアイテムの部分だけを見てもらっても大丈夫です。この Amazon の新生活セールは3月5日火曜日23時59分までになりますが、今から動画に出てくる商品の価格はこの動画を作成している3月1日時点の情報で、セール期間中でも価格が変わる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。まずお買い物を始める前に、必ずこちらのポイントアップキャンペーンにはエントリーしておいてください。セール期間中に合計で1万円以上購入すると、こちらの各種ポイントアップの対象になり、Amazon プライム会員であれば通常ポイントに加えてプラスで 1.5% の期間限定ポイントが付与されます。今プライム会員ではないという方には、現在 Amazon プライムの紹介キャンペーンが開催されていて、紹介された側もお得なキャンペーンになっているようです。紹介リンクを概要欄に貼っておきますので、もし必要な方はお使いください。また法人や個人事業主であれば Amazon ビジネスのアカウントを作ることが可能なんですが、法人割引や数量割引などでかなりお得に買えるものがあったり、今なら3000円分のクーポンももらえます。こちらも概要欄に入れておきますので、対象になりそうな方はチェックしてみてください。 Digo も実際にビジネスアカウントを使っていますが、意外なものが法人割引でかなりお得に購入できたりもします。それではどんどんアイテムをご紹介していきたいと思いますが、実は1月にアップした初売りセールの動画でご紹介したアイテムのほとんどが今回のセールでも安くなっています。ついこの間のものですので、まだ情報も新しいですし、そちらでご紹介しているアイテムは全て今も愛用していて自信を持ってお勧めできるアイテムです。今回はそれらを除いたものを中心にご紹介していきますので、ご覧になっていない方はそちらもぜひチェックしてみてください。初売りセールの動画の概要欄も更新しておきましたが、一応今回の概要欄の方にもまとめてアイテム情報を入れておきます。では今回新たにお勧めしたいアイテムをご紹介していきますが、まず充電器などのガジェット系をいくつか、続いて最近ハマっているドリップコーヒー関連のアイテムをご紹介、それから今更購入してみたあのデバイス、それからあのワインがかなりお得になっているという情報と、これから必要になる方も多いと思うアイテムをお一つ、そして後半でメタクエスト3関連のアイテムをまとめてご紹介していきます。気になるものだけチェックしたい方は概要欄の動画チャプターから飛んでご覧ください。まずはこちら、アンカーのタイプ C 充電器です。実は初売りセールの時は 65W の方が安くなっていたので、そちらをご紹介したんですが、今回のセールでは 45W の方がだいぶお得になっています。こちらの方が若干軽くてコンパクトなので、スマホの充電用として持ち歩くのであれば正直 45W の方で十分だと思います。ただ 65W の方もセールになっていますので、 iPad などのタブレットや PC 用の充電器として持ち歩くのであれば 65W の方をお勧めします。続いてこちらも充電器なんですが、前回の初売りセールでは安くなっていなかったベルキンの 65W 2ポート充電器です。こちらは片方のポートだけなら最大 65W で充電できて、両方のポートを使う場合には 45W と 20W で同時に PD 充電ができます。最近はアンカーの人気がすごいですが、ベルキンは Apple とも製品を共同開発している信頼できる企業ですし、この性能でこの価格はお買い得です。続いてこちらも切り抜きの頃から何度も取り上げていますが、進化版が出ていたので改めてご紹介しておきます。 iPhone も Apple Watch も AirPods もこれ一つでワイヤレス充電できてしまうという優れものです。最大 15W なのでめちゃめちゃ速いってわけではないんですけど、薄型コンパクトで、何より Apple Watch のためだけに別の充電器を持ち歩く必要がないので非常に重宝しています。こちらの進化版ではリングの部分がダブルリングになり、より使いやすくなっているようです。続いてこちらも初売りセールの時にご紹介したアイテムの新しいモデルになるんですが、 TP-Link のネットワークカメラです。このセールで結構割引になっているため、以前ご紹介したものと値段は500円くらいしか変わりませんが、画素数が大幅に上がっているのでこちらの新しい方が断然おすすめです。 Digo はしばらく家を空ける時の防犯カメラ用として購入したんですが、ペットやお子さんの見守りカメラとしても使えます。
カメラ自体が Wi-Fi に接続しているので、海外にいてもネット環境があればスマホからカメラの映像をリアルタイムで確認できます。上下左右のかなり広い範囲をスマホで遠隔操作しながら見れますし、新しいバージョンの方は映像もさらにクリアになっています。スマホとカメラ越しに双方での会話もできますし、モーション検知やナイトビジョン、録画機能とかもついていて、本当にこの値段でいいのかっていうくらいかなり高性能です。しかもメーカーが TP-Link ってところも信頼できますよね。続いてコーヒー関連のアイテムをご紹介していきます。というのも今年のスタバの福袋に当選して引いたコーヒーの粉が手元にあったので、これを機にドリップコーヒーグッズを揃えてみました。まずはこちら、最近購入したハリオのスイッチという浸湿式のドリッパーです。浸湿式というのはコーヒー粉をしばらくお湯に浸したままにする抽出法なんですが、その名の通りスイッチ一つで浸湿モードからドリップモードへ切り替えができます。これを使えばドリップコーヒー初心者でも簡単に美味しく安定した味わいのコーヒーを入れることができちゃいます。 YouTube でもこのスイッチを使った美味しいコーヒーのレシピ動画がたくさん上がっているので、 Digo もいろいろな方のやり方を参考にしながら日々試行錯誤をしているところです。普通に入れても十分美味しいんですが、ちょっとやり方を変えるだけで面白いくらい味が変わるので、コーヒーは本当に奥が深いです。ちなみに Digo は大きめの 360ml のサイズの方を買いましたが、毎回1杯ずつしか入れないという方は 200ml のサイズの方でもいいかと思います。どちらもセール中です。そしてまんまとドリップコーヒーの世界にハマってしまい、今回のセールでいろいろ買い揃えてみました。まだ手元にないので実際に使ってみたレビューや詳しい説明などはできませんが、いろいろな方の動画やブログなどを参考にして厳選してみたアイテムです。まずはこちら、タイムモアの手動のコーヒーミルです。こちらは本当にいろいろな種類があって、どれを買っていいかさっぱりわからなかったんですが、いろいろな方のおすすめを見て予算と使い勝手などを考慮して、なんとなくピンときたのがこちらだったので、とりあえずこちらを購入してみました。スタバの福袋に入っていたコーヒー豆引き換えカードもまだ使っていないので、こちらのミルを使って豆から自分で引いてみたいと思います。続いてハリオのドリップケトルです。コーヒーに関する動画をいろいろ見ている中で、カスヤさんという方のチャンネルの動画を最近よく参考にさせてもらっているのですが、そのカスヤさんのモデルのケトルでデザインもかっこいいのでこれを購入してみました。セールにはなっていないんですが、セール期間中に適用になる 3% オフクーポンが出ているので通常よりお得に購入できました。それからこちらもハリオのコーヒーサーバーなんですが、そのカスヤさんが使っているものと型番が少し違うようですが、セールになっていたのでこちらを購入してみました。続いてこちらは別の方がおすすめしていたエレコムのドリップスケールなんですが、今までは普通のデジタルスケールと iPhone のタイマーを使ってドリップコーヒーを入れていたんですが、30秒ごとにお湯を追加してとかやってると測るのがまあめんどくさいわけです。もちろんこちらが大幅なセール価格だったということもありますが、動画を見ていてこのスケールの効果音でカチカチなる音がなんか良さげだったのが購入の決め手になりました。というわけでドリップコーヒー関連のアイテムのご紹介でした。ちなみに初売りセールの時にもご紹介したネスプレッソも今回もセールになっています。最近はドリップコーヒーを日常的に飲むようになりましたが、エスプレッソも相変わらずほぼ毎日使っています。手軽にいろんな種類の美味しいコーヒーを楽しむなら、エスプレッソマシンはマジでおすすめです。続いてこちらはセール中ではないんですが、Kindle デバイスです。Kindle Unlimited は長いこと使っていますが、何気に Kindle デバイスは買ったことがありませんでした。実はこちらは一番ベーシックな一番安いモデルなんですが、先日メンタリスト DAIGO さんがこの一番ベーシックなタイプが一番いいと公言したことで、なんとこの Kindle までもが Amazon での在庫があっという間になくなり、一時期お届け日が最短で8月とかになっていたんですが、今はこのブラックの方は4月のお届けになっています。そしてこちらのデニムカラーの方なら現状在庫があってすぐに届くのでセールにはなっていませんが、今のうちに購入しておきました。ポイントアップキャンペーン中であれば通常よりは実質お得に購入できます。ちなみに Kindle デバイスを買うなら Kindle Unlimited に入らない理由はないと思いますが、すでに Kindle Unlimited をお使いの方でも値段は変わらないので、こちらの3ヶ月付きのオプションを選んだ方が絶対にお得です。どうやら今支払い済みの月の分が終わったらこの3ヶ月の無料期間がスタートするようです。ちなみにカバーは実際にデバイスを使ってみてからどうするか考えようと思っていますが、とりあえず純正の保護フィルムは一緒に買っておきました。続いても以前メンタリスト DAIGO さんがご紹介して爆売れしたカリフォルニアのザ・ヒルトというワインです。 DIGO も好きなワインの一つで何度も購入していますし、もともとワイン好きの間では結構有名なワインではあったので、ワインショップでも置いてあるところは結構ありますが、だいたい5、6000円ぐらいが相場なので、この値段は間違いなく今まで見た中で最安値です。こちらの赤のピノノワールの方はもともと在庫は少なかったんですが、 DIGO も今回また何本か購入したのでもう売り切れてしまっていたらすみません。
白のシャルドネの方はまだ在庫がありそうですが、この値段で買えるうちに買っておくことを強くお勧めします。こちらのワインの説明は以前 DAIGO さんが YouTube でもかなりしっかり解説しているので、ワインヒルトとでも検索すれば出てくると思います。続いてこちらはこれからの時期お世話になる方も多いんじゃないでしょうか。アレグラ FX です。つい最近使って常備しているものがなくなりそうだったので、普通にドラッグストアにでも買いに行こうかなと思っていたんですが、 Amazon でも売ってるかなと調べてみたら、なんと安くなっていたのでこっちで買っちゃいました。そしてここのところメタクエスト3のカスタマイズシリーズをやっていましたが、まだ動画で紹介できていないものも含めて今セールで安くなっているものが結構あるので、そちらをまとめてご紹介していきます。まずはこちらアウビカのバッテリー内蔵ヘッドストラップですね。こちらは動画を作っているので詳しい説明はそちらを見ていただきたいのですが、このセール価格からさらに500円オフクーポンが出ています。これはかなりお得なので予備用にもう一つ購入しておくか今本気で迷っています。ちなみにクーポンの期限は3月2日23時59分までのようです。以前ご紹介した動画の方ではこちらのヘッドストラップの予備バッテリーとしてアンカーのモバイルバッテリーが相性がいいよというご紹介をしましたが、残念ながらこちらのモバイルバッテリーはセールになっていません。ただヘッドストラップには使えませんが、ライトニング端子タイプのモバイルバッテリーの方はセールになっています。それとこちらはセールにはなっていないんですが、同じアウビカのメタクエスト3用の収納ケースです。先ほどご紹介したバッテリー内蔵ヘッドストラップを取り付けた状態でもそのまま収納できますし、なんといってもこのデザインが可愛くてお気に入りなので一緒にご紹介しておきます。続いてこちらメタクエスト3のコントローラー用グリップカバーですね。こちらも以前動画にしているので詳しい説明はそちらをご覧ください。こちらもセール価格にはなっていませんが、今 6% オフのクーポンが出ています。期限は3月10日の23時59分までです。それからこちらも先ほどと同じ AMVR のシリコンフェイスカバーですね。メタクエスト3のデフォルトのフェイスパッド部分に取り付けるシリコンカバーです。こちらもセール価格ではありませんが、今 6% オフのクーポンが出ていて期限は3月3日の23時59分までです。デフォルトの接眼部はパッドの部分を取り外して洗えないので汚れが気になるという方も多いと思います。こちらは簡単に取り付けられてシリコン素材で汚れも簡単に拭き取れますし、外してそのまま洗うことも可能です。簡易的な作りなので使っていてずれてきたりもしますが、DIGO は正直これでも十分かなと最初は思っていました。ところが純正の接眼部に初期不良があり、結局交換対応にはなったんですが、メタのサポートがひどすぎてしばらく新しいものが届く気配がなかったため、やむなくこちらの取り替え可能なクッションのついた AMVR のフェイシャルインターフェースを購入しました。接眼部の距離の調整部分はいまいちなポイントもあるんですが、このフェイスパッド部分のクッションがあるだけで使い心地はだいぶ良くなりました。2種類のクッションがついてきて、クッション部分はマジックテープで簡単に取り替え可能ですし、合皮タイプのクッションの方はアルコールワイパーなどで拭き取るだけで簡単にお手入れができます。決して安くはないんですが、正直買ってよかったと思っています。メタ純正のシリコン接眼部はもっとお高いですしね。ちなみにこちらはセール価格の上に今 10% オフのクーポンも出ています。期限は3月3日の23時59分までです。さらに AMVR のメタクエスト3の対象商品をまとめて購入することでもっとお得になるプロモーションもやっているようですので、気になる方はチェックしてみてください。続いてこちらも初売りセールの時にご紹介しましたが、アンカーのワイヤレスゲーミングイヤホンです。こちらなんとメタ認定なので、もちろんメタクエスト3との相性は抜群なんですが、 PS5 や任天堂スイッチなどにも対応しているようです。付属のドングルを使うことで超低遅延接続を実現しているので、完全ワイヤレスにもかかわらず音ゲーなどでも全く遅延が気になりません。しかもドングル接続に加えて Bluetooth 接続でスマホなどにも同時に接続できるので、ボイチャー通話などをしながらゲームが楽しめます。ノイズキャンセリング機能はありませんが、この性能でこの価格、さらにセールでお安くなっているのでマジでおすすめです。それから今回もやはりセールにはなっていませんが、メタクエスト3は本当におすすめです。アスガルドラース2とメタクエストプラスがついてくるキャンペーンも3月30日までに延長されているので、購入するならそれまでが絶対にお得です。こちらの動画では全くの VR ド素人だった DIGO がいきなりメタクエスト3を購入してみた率直なレビューをまとめていますので、メタクエスト3が気になっている方はぜひご覧になってみてください。また今ご紹介してきたアイテムと合わせてメタクエストのゲームやアプリが割引になるリンクやメタクエスト本体の紹介リンクも合わせて概要欄に入れておきますので、必要な方はお使いください。そんなわけで今回はかなり駆け足でいろいろなアイテムをご紹介しましたが、通常は実例や検証、考察などを織り交ぜながら実際に使ってみて良かったサービスやツール、ぜひおすすめしたい神アイテムなんかを忖度のないレビューでご紹介しています。
動画の更新が結構不定期ですので、今回のようにタイムリーな情報などを逃したくないという方はぜひチャンネル登録してみてください。また高評価やコメント等もいただけますととても嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。